です3、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。アサイメイです。はい、というわけで今日は久々の外ロケでございます。イエーイ、暑いよ。まあ今周りに人がいないのを確認してマスクを外しております。でも警察署ある。本当だ。お疲れ様です。お疲れ様です。だから手錠してるの。あ、さっき捕まったえー、よかったね。皆さん今日はおしゃれで手錠つけてきました。そういうファッションなんかと思ったよ腕輪みたいじゃないです。もしかして、もしかして1万円やった、ね、久々だよね。それで言ったらね、それで言ったらね、うちらの原点に戻ってきたみたいな感じだよね、本当に。はい、というわけで今日はですね、1日手錠生活していきたいと思います。あ、外れちゃった。腕が太くてもう6年この手錠トラコさんの私物です。あ、私物はい。今日は3人でロケしようっていう話してたじゃないですか、うん、まあでもはぐれないようにずっと一緒にいたいからね、こうやって一緒に今日は一日過ごしたいと思います。苦しいんだよな。暑いよ、36度なんだよ。暑い暑い。今日やる企画じゃねえ。いやマジそうなんですけど、今日はあのリアルにこれをずっとつけたまま過ごしたいと思います。まあ途中でエアさんね、あの個人のお仕事があるので抜けるんですけれども、はい、その間は代わりに誰かをここに入れたいと思ってますので。あ、そうなんですね。まあルールはルールだから、やっぱ3人これつながってなきゃいけないけど、さすがに1人のお仕事にうちらもこうやってついていくわけにはいかないです。衣装とかもありますから着替えられませんから、その時は仕方なく2時間ぐらいかな。そうです、2時間くらい。2時間ぐらい手錠外すんですけど、身代わりを決めてください、その場で、ね、え、いいの。いや今じゃないよ。あ、オッケーオッケー。てなわけでめちゃくちゃ両手不自由だ。そう、ね、自分で企画したのはいいんですけど、今考えたら私何もできない。え、ネイル可愛い。いいな、エアは右手使えるじゃん。確かに。お前左手か。利き手じゃない。そうだ。いやでもこいつに比べたらうちらマシよ。トイレとか、そう、トイレも行きたかったら言って。じゃあ拭いてあげよう、ちらで。いや違うよ、うちが拭くから一緒についてこなきゃいけない。いや、メイたちが拭いてあげる。そう、エアたちが拭いてあげる。やば、喜んでるやめろよ、お前そういうのやってねえから。やめそう。それでは早速やっていきましょう。せーの、マグネット。どうもいいね。エアの、うん、あの次のお仕事がもうそろそろなんですよね。ねえねえねえ、来てくれるわ、来てくれる、一緒に。今日は、うん、なんとその現場に撮影をしていいよと、うん、言われているので、何がとは言えないんですけれども、はい、私たちはそこに潜入できるということなので、あなたの仕事ぶりは見てたいと思います。ありがとう。頑張れ。あの、企業参観。逃げられたら困るからね。今日一日一緒だから怖い。あ、ちょっと発展じゃない動くならね、ちょっとこれはこっち。あ、そうだね。あ、熱い。お前何食ってんだよ。私たち今日に限って荷物めっちゃ多いんですよ。しかも困るからね。皆さんこの状況わかりますか。私今日リュック下ろせないです。うんうん、お疲れ。メイも下ろせるの。あ、ほんとだ。でも体通せばいい。あ、確かに。じゃあ今から3人分のお水を買ってくれる人を決めます。最初はグーじゃんけんぽい。やったー。最初はグーじゃんけんぽい。水持ってるんで、水自分のはいらないんで、うちとあさみのと、はい、あとトラコさんに。了解しました。お水お願いします。嫌だ。言ってってば。いつ、はい、言えってんだよ。動くたっけ。トラコさんは重くなるからいりませんか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。開けていい。いいよ。はい、いいよ、開けて。あ、どういうこと。いや、そっちに手やってあげるから。開けな。開けな、開けな。開けて、開けてないよ。パンナ近くで飲む。頭を合わせて飲む水は美味しいな。美味しい。マジで熱い。ふざけんな、パン。これリュックに入れたい。これ水入れて。手あげろ。手などあげろ。入れてあげようか。うん、ありがとう。手下にぐるっとして。手などあげろ。あげろ。あげなくてもうつじゃんじゃん。オッケー。あ、やばい、あと20分ぐらいで現場入りの時間なので急ぎたいと思います。急ぎたいと思います。女優の時間なので。そうです。練習した。セリフないけどねえよ。練習なんていらねえ。じゃあ練習しよう。屋台のラーメンに来る人ね。え、幸せ。醤油ラーメン一つください。いや、醤油一丁。味噌一つ。お前食ってんじゃねえ。お前のまかないは後だろ。ちょっと日傘さしていい。あ、いいよ、もっとあげる。ありがとう。真ん中の人がね、うん、お前、そうだよ。お前
やばい、マジで熱い。え、入れる。え、入って。頭だけ入れて。これは近いですか、ここから現場まで。近いです。お、近いんだ。徒歩10分。うわ、遠いです。じゃあ次、階段登りたいと思います。はーい。トラブル発生です。開始してから10分15分経ってるんですけど、カメラが壊れました。やばいです。階段が取れてない。あー、3分してくれよ。やばい、3も焼ける暑さ。熱中症になっちゃったね。とりあえずじゃあ休ませますね。うわー、それ休憩もしてよな、お前も。確かに、そりゃさ40度近い外で撮ったらなるよ。自分シャワーでも浴びてきた。やばい、レベルですね。さっきのように代謝良すぎて。トラコさん、後ろからでいいですよ。はい、じゃあ走ってみるか。こちらペアになっちゃった。嬉しいですか？あ、嬉しいです。どういうさ、やばい4人組だ。やべえ、4人組だよ、ほんとに。やっぱりここはでもほら、ちょっと細い道なので、2人2人になった方が。危ないから。そう。限界がマネージャー来てるけど大丈夫。世の中には悔やまげとこうやって手錠つなぎたい人が何十万人もいるから嬉しいと思わないと。はい、というわけでね、10分ぐらい歩いてきたんですけれども、途中でカメラがやられまして、データが破損いたしました。一生懸命頑張って登った階段の動画が撮れていません。それでシャワー浴びました。いいな、目も開いた。マジで目に汗めっちゃ入ってくる。すごいすごい。マジでアップしてもらっていいですか？サウナに入ったみたいな汗のかき方してる。みんな見て。なんかさ、ウランさ、ガラ悪い女二人に絡まれてる人みたいな。今からやさんちょっと女優業の、はい、ございまして、あの女優業一つ言っておきますけど、セリフは一切ないです、すいません。でもご迷惑をおかけするのはちょっとあれなので、はい、今からちょっとエアちゃんは一旦手錠を外させてもらいたいと思います。やっぱルール上3人で、はい、さっきはちょっと歩く歩道の関係で2人になったんですけど、す、うん、まあ、ルール上3人でやんなきゃいけないということなので、はい、ちょっと今から選んでもらおうかな。いいですか、はい、じゃあ私の代わり、マネージャーの大城さん。はい、ありがとうございます。じゃあこちらどうぞ。いやちゃんと営業するときは外して大丈夫。でも聞き手使うからね。そうだよ。いや、そういう問題ちゃう。いや、そういう問題ちゃう。協力してもらわないといけないですよ。そうやろ。今日はずっと一緒だよ。やがましは。いや、俺これ恥ずかしい。オッケーです。はい、というわけでエアさんの代わりにマネージャーのお城さんです。ゆるいじゃないやろ、絶対おかしいやろ。似ても似つきませんけどね。当たり前や。じゃあ今からちょっと汗拭きます。やめろ、何してんねん。誰が雑巾やん。それでは行きましょう。何してんねん、いや行きましょう。どこで？ダッサに会われへんって俺、こんなんじゃ。行くよ。こんなんで挨拶できひんよ。捕まるかも。挨拶できひんってこんなんで。うるさいですね。いや知らんかった。え、どこですか？あれをつけてそんなの。こんな仲良しなタレントとマネージャーいないですよ。ええふうに言うな。恥ずかしい。こんなの合わないね。中っこ。スタッフさんにご挨拶できんが、これ。ここですか？ここですよ。よし、行くぞ。行ってきます。いや、もうちょっと待って。いやー、恥ずかしい。静かに。トイレ行きたいらしい。トイレ行きたいんですか？おい、どういうこと？あ、そういうこと？あ、いいね。行けるか。トイレしますね。ちょっとトイレは映せないので、私の顔面でお許しください。ああ、拭いて左手で拭いて。完璧。トイレ大変な。うちらいつも基本的にトイレ開けてしたりとかしてるんで、あんまり抵抗ないかも。ちょっとこっち来いよ。こっち来いよ。え、どこにいるのや。女優ぶりやがって。何がメイク直しよ。顔面から直せ。暑さでイライラしてるやん。そうです。急に中指垂れてきたから。でも何してんすか。仕事してないならつけますよ。違う。働き始めて。つけますよ。やめて。皆さん、なんか違和感感じませんか。私今日ワイシャツだけなんです。本当だ。次違和感感じる。でも奇跡、前が締まるようになりました。本当だ。今までもうパツパツでおっぱい見えるかと思う。風邪気飛ぶ勢いで、ね、だったよね。うわ、来ました。女優来ました。
意気込み、意気込み、さっきインスタでラーメン出てきたんです。はいはい、食べたくてしょうがないです。こいつ仕事のこと考えてね、女優としての心得をください。もっとエアの、エアのもっと、うん、常に笑顔でですかね。え、すごい悲しいシーンで。そうです、ずっと笑顔。そう、めちゃくちゃ悲しいシーンで、ね、ずっと笑顔、うん、それが私のモットーです。でそれを注目してみんなにも見てもらいましょう。はい、そうですね。セリフはないんですけど。あ、全然いいですよ、自分で喋ってもらって。本当ですか。クレマグチャンネル登録してねって言ってて。分かった。オッケーオッケー、任せて。うん、ギリギリまでつけてきます。あ、ひなこんちゃん。 あ、つける。いや、結構です。やば、イエーイ。結構こう見えて仲良しです。こう見えて、こう見えて、こう見えて意外とな。やめろ、やめろ、開始、やめて。なんで恥ずかしいの。私も YouTube。 恥ずかしくないよ、ね、YouTube。 バイバイ。置いてかれましたね。置いてけぼりです。どうしますか。ちょっと私お腹空いたので、調達してご飯食べてにしますか。そうしましょう。じゃあ行きましょう。行くか。また後ほど。バイバイ。バイバイじゃないの。私たちは A ちゃんが本番入ってしまって、ちょっとこれ以上撮ることができないので、もし撮れるとこはお城さんに頼んできたので、私たちはちょっと腹ごしらえに出かけたいと思います。もう言うて2時過ぎてるから。事務所にやってまいりました。よっしゃ、お腹空いたぜ。ここでウーバーをして、 A さんが終わるのを待って、終わりかけになったら迎えに行くか、あっちが来るか決めたいと思います。よいしょ。どうやって下ろすの。そのまましかない、うん、マジリュック背負ってとか休みになんねえからな、マジで。あ、そう、この左手問題どうしよう。じゃあ右手問題。右手もつけないとダメだよ。じゃあ右手は使えないってことにしようか、うん。牛タンも食べたい。麺も食べませんと思った。うわ、つけ麺も食べたい。あ、でもやっぱ蒙古タンメンがあるので、私蒙古タンメンにしますね。うわ、蒙古丼もうまそう。こういう時は食べる人いるんで、今日はねえ、ねえ、はい。あ、来たって。え、取りに行かないと。行くよ。え、メタボスになってるだろ。おい、トロコさんに行ってもらうじゃねえか。違う、自分で行くんだ。マジかよ、マジ変な人に見えてるよ。ゲット、戻ると。何頼みました。私はですね、タラリラリラ、タラリラリラリラ。でかっ、うえ。チーズナンと、チーズナン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 、チキンカレー。またチキンカレーです。うん、頼みました。お、普通に右手使ってるけど。お。そっか、うち左でしか食べれないんだ。いただきます。うん、久々の食事。なんか懐かしいね、ここから動画撮ってたのね。はぁ、やちゃん頑張ってるかな。今頃女優魂してると思う。ちょっとさ、これさ、まだ長いからちょっとここにいるの、うん、リュックどうにか脱ぐ作戦しよう。これ外せばいい。結構、あ、確かに。ここをこっちを通ればいいのか、この間は。あ、そう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 。一回危ない。これを最大限まで伸ばして。ラリラリラ。お、うわっ、いけた。じゃあ抜いてもいい。うん、しょうがないから。ちょっと待って。今のタイミングで飲まない。ローリーローリーローリングしないで大丈夫。ローリー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 ローいけるか。リーローリーロー。あっ、いった、いった。皆さんできました。できました、完成しました。よっしゃ。なんか身軽になった、めちゃくちゃね。止めた。充電器取ってもいいですか。うん、一旦手こっち伸ばしてもらって、あ、すみません、すみません。はい。はい。はい。でもね、ずっとやってみたかったの。なんか、いつも一緒に住んでるけどさ、こんだけ、うん、なんかくっついていることってまずないじゃん。うん、だから、ちょっとまた新鮮かなと思って。うん、なので、やってみたかったから、今日は連行しました。はい。
もしもし。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、北海道じゃねえよ。北海道です。北海道届きました。共同作業だけよ。うわー、すごい綺麗。すごい綺麗です。オムライスです。こちらは今爆食器なんです。はい、みんな使ってます。やばい、まだちゃんとやれって怒られる。ごめんなさい。じゃじゃーん。うわー、美味しそう。ケーピー先輩。うん、やろお前。うん、美味しい。見て、うちの顔なんかこういうやつじゃん。いる。なんかいる。やるの取れねえだろ。美味しいね。太りすぎました。太りすぎました。見なかったことにしてください。急いでますね、今。その間にこちらの耐えられます。現場から以上です。現場から以上です。現場のウランさん、はい。そちらの状況どんな感じでしょうか。こちら今ピックアップに向かっております。なのでこちら、はい、あ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 、すいません、聞こえてました。オムライスの様子はどうですか。オムライスの様子は、今4分の1残ってます。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。こちらどうしますか、食べますか。食べてもらって大丈夫です。あ、わかりました。あ、でも私ちょっとご飯のものも頼んじゃってるので、あ、はいはいはい、食べてもらっていいですか。あ、食べてもらってください。どういうことですか。どういうことですか。あー、危ない。なら走る走る俺たち、流れる汗をそのままに、いつかたどり着いたら君に打ち上げられる。俺、うちじゃないよ。あ、ほんと、うちにじゃない、うちのことじゃない。お前はトドじゃない。リンダ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 。何でも悪口に聞こえちゃう人がいるっていう。やってみる、うん、ね、このチーズナンさ、めっちゃ大きくて丸かったよね。えごめんなさい。え、違う、ウラの方じゃねえ。え、でも大きくて丸いって。いや、違う違う、チーズナン、チーズナン。あ、ごめんなさい、勘違い。このさ、オムライスさ、なんかめっちゃケチャップ真っ赤っかで、なんか奇抜だよね。無言で傷ついてる。クソだるいじゃん。帰ってきたら女優にインタビューしようぜ。プロフェッショナルね、うん、仕事の流儀。あ、あさみさん、あさみさん聞こえますか。こちら現場です。はい、配達パートナーの方が、はい、ご注文ですが、お届けに向かっているそうです。到着予定はどのくらい。2時59分ということなので、あと、6分ほどで到着する模様です。はい、了解しました。お気配ですので、到着しましたらご連絡いたしますので、心の準備の方お願いします。かしこまりました。パラシュートで向かいますので、はい、かしこまりました。お願いします。ウランさん、この後は屋上から飛び降りるという形でよろしいでしょうか。そうですね、屋上といいますか、すぐそこに出ていただきますと、はい、なんか突起物がございますので、はいはいはい、そこの上から飛び降りるという形になので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。失礼します。失礼します。間違って何やってんだろう。たまになんかだからさ、ファンからさ、あれだよ、提案めっちゃ来るんだ。面白くないですみたいな。昨日見たのは、くるまるさんはキャラが3人バラバラでいいと思います、ただトーク力が少し弱いかなって話を書いてて、なんか自分たちが面白いと思うところだけを使ってくださいって言われて、面白いって思って使ってんだけどなーって心が、うちの裏はそういうの弱いんだ。なんかだから、でもそういう意見もあるんだなっていう風に捉えようと思って、やっぱうちらが面白いって思ってることって通常の人は面白くないのかなっていう。面白いの感性は人によって違う、違うんで、もう私たち面白くないとか載せてるつもりないので、切ってます、面白くないとか。本当に切ってます。だからウランが一回も喋らない。そうそうそう、そうなんです、そうなんです、そう、そうなんですよね。エアが、まあ、裸で逆立ちしてるとか、そういう動画も、そういうシーンのこと言ってるってことか。そういうことか。そういうことか。無駄なとこが多いってこと。でもうちらは無駄と思って載せてないじゃん。無駄なのか。じゃあそんなままリップ着ようぜ。こういうさ、
勘違い自身すごい。いそうだよ、ね。居酒屋。違うさ、うちらこれの企画やってんの全然関係ねえことばっかりしてる。なんかほぼカットだよ。そうね、ほんと。あ、じゃああそこにアタックしようよ。いいよ。あ、お前、そこに書くな。え？え？クレマグネって書くんじゃないの？マグネットです。顔は似顔絵描くよ、だるの。メイがまず絵や。じゃあ、じゃあ、あさみね。もうわずらすなんて今いいとこや、今おなご描いてるからいいとこやぞこっちはねえお前ふざけんな、目ちっこすぎだろ。鼻鼻ねえ、足の指3つしかないんか。ウナの顔って難しい。嘘ねえ、バイキンマンだからそれ、その歯はおい、普段さ、この髪型で言ったらさ、音楽の教科書に載ってる子になれるよ。どういうこと？あの、めっちゃ口開けて、起きたってみて、一回やってみて。今負けそうで、泣きそうで、消えてしまいそうな時が起きてきた。やっぱウランといえば、味噌ラーメン。うちらさ、一回さ、唐辛子こぼして怒られたよね。ああ、唐辛子使う企画ここでやって、うん、うちらでも掃除したつもりだったんだよ。ああ、なんだけど、この、あのコンセントとかのとこちゃんと見てなくて、そこに落ちてたの知らなくて、そうだ、帰っちゃったら怒られる。あとあとね。そう、いただきます。五目なので、いや、じゃあ、いっぱい入ってこれさ、上まで上げらんないのよ。頑張れ。はい、というわけで、はい、あの、あさみちゃん今ねんねこ中なんですけども、ちゃんと繋がってますからね。女優エアから、ただいまー、 YouTuber エアに戻ってきたので装着します。女優さんそんなテンションじゃないの基本。本当疲れた。おい、イメージやめとけ、それ偏見。どうだった？え、もうマジ余裕。うちしかできない演技してきた。いただきまーす。どうぞー。じゃあみんな挨拶して。あ、違う、自分らの挨拶。せーの、マグネット、マグネットアカデミーのエレンです。クラです。ユズです。エラです。ジョーキチです。お願いします。ちょっとこいつ食い終わったら出るんで、はい、すいません、あの準備始めちゃっててください。すいません。いや、でもな、はい、昼休憩映る気もないんだけど。あなたのチャンネルですよね。では、ご飯食べ終わったので、これからお家に帰りたいと思います。よいしょ。どうぞ。ただいまーす。まず荷物を下ろそう、あっちで下ろそう、広いところで。あ、あ、絵を置けんとん。メイクで、メイク。え、どういうこと？おお、なるほどね。え、待って、これはどうすればいい？さっきはエアがいなかったから、こっちすぐ抜けたけど、家の間だ。エアがまずここに入ってそう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 。勘弁してくれよ、お前。何すんだよ。お前、違うよ、いらねえよ。やめて、本当に。みんなやりたいことは大丈夫、部屋行きたい。今すぐにでも化粧落としたいんだね。やばい、今すぐ暑すぎてさ。じゃあお風呂入ったら。お風呂入って。じゃあ、あさみがお風呂入ってないと化粧落としない。どうやってんの？こうやってやってる。ちょっと待って、隣のやつ。てか、これ服脱げる？あ、脱げない。無理だ。どうするよ。うちはじゃあ今日いいやつ。するし、うち今日いいやつじゃないの。入れ、今日お風呂いいや。めちゃくちゃ汗かいてるから。いや、いいや。遠慮するいいやじゃない。いや、ごめんごめん。入れ。いや、顔だけ洗えればいい。いや、無理お願い。遠慮すんな、そこで。てか、いつまでこれなの。今日は、うん、エアがね、うんうん、もうなんかわかんないんですけど、今日大忙しの売れっ子ちゃんなもんで、うん、あのこの後もちょっと一人のね、そうかお仕事があるので。そうなんです。お風呂が入れないの、まじ、うんうん、でとりあえず入りたかったら入っちゃっていい。オッケーオッケー。それはうちとエアで協力する。分かった。あさみのブラジャーは、うん、裏にこうやって着せればいい。あ、着せれる。あ、
あ、そっか。そう、一回裏に着せとけばいいの。うん、だからウランのブラジャー一回こっちにちょうだい。なんでだよ。ウランはさ、どっちに脱げないのよ。下は脱げるけど上ができないから、だったらもうおっぱいだけこうやって洗うことができる。おっぱいだけ洗ってお前それでシャワー浴びた気になる。全部洗えよ、ちゃんと。とりあえず足洗う。そうだね。うん、足だけ。うん。全部洗えよ、そこまで。足臭いから。秘訣極まりない。足まず洗って、うん。とりあえず足、匂い嗅いでみる。いや、マジでやばい。やばいかな。一回じゃあ自分で嗅いでみて。え、でもそんなに。見えてないから。やだやだゴミやだめちゃくちゃゴミ溜まってた。やめてよ。髪の毛とか、サランラップ。そういうゴミ。どうやったらゴミ作る？そういうゴミじゃない。うん、当ててくんない？リアルに当ててきたよ。臭くない、臭くない。だからうちらは動けっつうの。確かに企画になんねんだよ。こんな座ってさ、足の匂い嗅いでるだけでさ、メイク落とす。あ、6時だ。着いた着いた。あ、どこだ、こっちだ。部屋だ。あ、すっきりする。クソシュールじゃない、この遊びとエア。ただ見てるだけだよ、あんたの顔。洗えてる、洗えてる、洗えてる、すごいよ。で、なに、お風呂、何、あさみの風呂。でもちょっと着替えが熱い。あ、そうか。オッケー、カムカムです。はい、どうしてあげたらいいか言ってな。うん、うちに通そう、とりあえず。うちに通します。痛い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 。なんかすごいのんきだね。君。うちら、しんどいのに。今ね、外のね、湿気と同じぐらいね。ね、36度ね。どうやってブラつけようね。いや、マジそれな、どうしよう。確かに。片っぽ、腕は通さず、染める。あー、そうだ。今日みんな、ブラしなきゃよかったね。確かに。確かに。普通にしてきちゃった。ね。熱い。めっちゃ熱い。トイレ洗ってます。両手使えない。お前お前が一番愉快だ。裸足でかけてく愉快なサザエさん。はい、ストップストップ。妖怪って言った人誰？みんなが笑ってる。ちびまる子の歌って何？え、なんでそんなヤンキーなの？踊るポンポコリン。え？踊るポンポリン？ポコリン。インチキおじさん登場。いつだって忘れないエリソンは偉い人。そんなの自腹って。その顔やめろって。自腹って。やめろって。自腹って。お前それやめてほしいわ。裸でそれはやめてほしいわ。オッケーです。オッケーです。はい、というわけで浅見さん上がってくれました。はい。で今ねブラジャーをつけてるんですけど、はい、見せられない。ちょっと再現してもらっていいですか。これ紐は通せないから。こうするしかない。ね。スキンケア、スキンケア。ああ、どうぞどうぞ。でも、A も着替えたいよね。
まあまあ確かにこんなさ3人でさもうこれが通常だったらさ、うん、1日24時間じゃ足りない、足りないね、足りない足りない。でどうする？着替えに行こう。あ、もう終わり？あさみは、うん、ほんと？あと後で髪の毛乾かすだけ。なんでお前笑ってんの？なんか見たから、なんか並んで歩ってんの可愛いなと思って。じゃあとりあえず、あ、ここで着替えるの？うん。ね、待って今日1回もトイレしてないわ。老廃物たまりまくるね。だって今黒パン、と思って汚っ、ね、まあまあまあいいんじゃない、結構いいじゃんいいじゃん。絵は簡単だ ね。裏に関してはさ、ブラジャーとワイシャツこっちにもたまるでしょ。そうだよ、着替えました、完了。え、うち下だけ履き替えてもいいかな。あ、いいよ。タラリラジンだ、ちょっと下げて。え、すごい。え、なんで触んない、触んないよね。え、触んないよ、触るから。無限に履いてんだね。あげてあげて、よし、あげすぎたよ。オッケー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 、よし、着替えられた。なんかどういう感じだよ、前に関しては。よし、着替えられたぞ。オッケーオッケー、全然オッケーオッケー、完璧、一回完璧だぜ。てか、サムネ作った？作ってない。あー、うまい。サムネ作ろうじゃ。ゴー、オッケー。え、なに？ゲップ出たの。くそくそくそ。やばくそ。いつも被害を受けるのはウランです。もう言って7時になるんですよ。うちら今日朝から炎天下の中歩くんだからもう頭おかしくなりそうです。もうおかしい、頭おかしいよ。おかしいよ。あー。ダメもん。そろそろエアちゃんが行かなきゃいけないですね。最後の撮影でした。だから最後は組体操して終わりたいと思います。お願いします。ね、うちらの最後は組体操って決まってたじゃん。確かに組体操して終わろう。あ、汚いな、ごめん。これいや、マジで汚い。何したい？いや、何したい？いや、もうできるもん限られるよ、これ。何？今の？今の何？ゲップ。ビーって出た。じゃあ、いくよ。待って、ちゃんと手つないで。つなぐやつ。待って、どうやって取ればいい？すぐ、なんかこれでさ、あ、待って。こうして裏乗る？乗れないじゃん。うちもさ、うちも参加しちゃうじゃん。いや、大喜利しよう。エア、こっちに広がるね。一回。うちに、足くっつけて、で、はい、じゃあ下、行って、せーの。いや、エアさんは、エアさん、まったく。真ん中にちょっと、この子。イエーイ。